おはようございます、京平です。よろしくお願いします。今回は前回に引き続き吉本芸人みゆぴろさんに来ていただいてます。よろしくお願いします。お願いします。おはようございます、みゆぴろです。よろしくお願いします。ありがたい憧れの挨拶です。いやもうほんまに言っていただいて、まあこれがね夢でなければいいんですけどね怖い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 はい、まあコラボということでね、みゆぴろさんの動画にも出てますんで、そちらも見ていただいて、ぜひ、お願いします。ありがとうございます。はい、でまあ1本目みゆぴろさんのこといろいろ聞いていったんですけど、今回は僕が音楽関係者、みゆぴろさんが元バンドマン芸人ということで、この2人にしかできない討論みたいなのをちょっとしていきたいと思います。はい、おう。じゃあ一つ目の質問として、バンドマンと芸人の似てるところを挙げるとするならどういうところがありますか？やっぱライブハウスでネタするんですよ、芸人も。はい、結構ライブハウスで地下ライブとか芸人のあったりとかして、うん、バンドとかもやるようなライブハウスでやる。そうですね、バンドもやるようなライブハウスもありますし、うん、イベントスペースみたいなライブハウスとしても使ってるし、はい、まあいろいろ劇団みたいな、なんかいろんなことをやる、まあイベントスペースみたいなライブハウスでもありますし、まあ普通にほんま地下ライブみたいな感じであったり、はあはあ、それってよくツイッターとかでも見るんですけど、はい、チケットノルマみたいなんてあるんですか？最初はチケットが1枚500円の3枚買い取りで、まずエントリーするんですよ、うん、それはコンビでも3枚、コンビやったらまあ1人3枚じゃあ6枚になる。そうですね、はい、コンビやったら、まあ、そのエントリーするのもほんま何百人と人が並んでて、うん、それに入れたらエントリーできるみたいな、うん、じゃあ選ばれし者が出れるぐらいの感じですか？いや普通に早並んでた人がっていうことなんですけどね。え、あ、順番？はい、早い者順ってそうそうそう、いや早起きたもん勝ちですよ。今日の何時から受付しますみたいなのがあるってことですか？あ、そうですそうです。ただ寝坊したらできないよと、はい、まあ、落とされるみたいな、枠に入りきらなくて。メールとかとかじゃないんですね、いついつ決まりましたんで出てくださいとか、出ませんかとかっていうんじゃなくて。あ、それは別であります。あ、別であるんです。そう、基本のオーディションライブっていうのがあって、うん、劇場に上がるためのオーディションライブっていうのがあるんですけど、そのオーディションライブのシステムはそういうエントリー制なんですけど、はい、まあ、その他の普通のイベントやったりとか何かしらの他のライブの時は別に仕事としてメールは来ますね、うん、それはさすがにノルマとかはないと。あ、ないです、ないです、ないです。じゃあその最初のオーディションライブだけあるってことですか？そうですそうですそうです。それこそこれツイッターで見たんですけど、トロサーモンの久保田さんが若手芸人がチケットを全然自分らで売らないみたいなことをツイートしてはったんですけど、それはもうじゃあそのオーディションライブの若手芸人のことを言ってたんですか？いや、それはどういうふうにおっしゃってたのかちょっと勉強不足なんですけど、それ以外も含めてじゃないですかね。ノルマはないけど自分らでこうチケット売るっていう制度はあるみたいな。あの一応ノルマはないんですけど、まあ、チケットはもらえたりとか置きチケっていうその取り置きができたりとかするんです、ね、はいはい、なので、まあ、そういうので、うん、ギャラ派生してるのに、まあ、チケットを全然売らへんみたいな、ちゃんと告知と頑張らへんみたいな、うん、そういうことじゃないです。じゃあまあノルマがあるっていうのは本当の初期の初期だけってことですね。いや、そのノルマがあるそのオーディションライブっていうのも劇場のメンバーになるまでは基本ずっと出るものなので、うん、言ったらそのオーディションライブに出てる期間中にそういう仕事が来たりとかするんですよ、うん、まあ、そういう時はギャラが発生しますよと、それは仕事なので、うん、じゃあ次の質問なんですけど、はい、バンドマンも芸人も人前でやるじゃないですか。これって結構似てます、このこと自体っていうのは。あ、似てるっちゃ似てるんすけど、全然違うっちゃ全然違うなっていう。ほうほうほう。バンドやってる時って、うん、私の場合なんですけど、あんま何も考えないとできたんですね。その楽しくできたんですけど、うん、芸人としてネタやってる時は、言ったらまあやってて途中で、あ、思ったより受けへんかったなとか、あるじゃないですか。あ、はい、その反応。はい、反応によって、マジでめっちゃこれは受けるって思ってたのに、めちゃめちゃ滑ったりとか、ザラにあるんで、そういう時とか、マジでもうなんか頭真っ白になるんですよ。あ、そうなんすね。あ、思ってたのちゃうみたいな、はいはいはい、予想と違いすぎて、はいはいはい、それこそネタ飛ぶとかもありますし、うん、けど、まあ、バンドやってた時は飛ぶとかなかったですね。そのギターやっててもう手が言ったら覚えてるみたいな、はいはいはい、あるんで。もうバンドもでもありますけどね、もっといつもやったらここでみんなこう手上げるのに、あ、はいはいはい、上げへんのかいみたいな、あ、でこうテンション下がるみたいな。え、でも止まるってなくないですか？まあまあ止まることはない、さすがにそれで。次 F やったっけ、 G やったっけみたいな。それはなかったっすね。まあ芸人の方が多そうですもんね、そのネタの種類というか。あ、まあ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 。バンドがなんかもうある程度固定した、最初の時とかもう5曲やったら5曲もずっとやって。で、まあ半年ぐらいしたら新曲が1曲だけできてぐらいの感じですもんね。いや、芸人もめちゃめちゃ同じネタやりますよ。あ、そうなんすね。もうずっともう何十年と同じネタやってる方も何もでもやりますから、これあんま言ったらダメかもしれないですけど。いやいやいや、おう！
じゃあ次はまあそのバンドマンと芸人の違いみたいなこと聞いていきたいんですけど、はい、さっきもお金の話聞いたんですけど、僕みゆぴろさんの前に一人だけ芸人とバンドマン両方経験した人と知り合ったことがあって、8年ぐらい前に会った人なんで、はい、まあ、それ以来会ってないんですけど、まあ、その人にそのバンドマンと芸人の違いを聞いたら、バンドマンはもう基本的にある程度かなりのとこまで行くまでお金は出ていくのが多い、うん、まあ、そのノルマだけじゃなくて例えば交通費もそうやし、例えばグッズ作るのも自分らでお金出さなあかんしって言ってたけど、その芸人はもう芸人になりましたっていう時から基本的にはもうギャラが発生する、少なくて500円の時もあるけどって言ってて、お金がもらえるって言ってたんですけど、うん、やっぱ実際そうなんですか？そうですね、実際バンドをやってた時も、うん、まあ、そのノルマがあるバンドとノルマがないバンドっていうのがあるじゃないですか、とか、まあ、ギャラもらえるバンド、もらえないバンドやったりとか、まあ、いっぱいお客さん来たらその分もらえるみたいな、ギャラとしてもらえるみたいなあったりとかすると思うんですけど、それよりは早い段階でギャラはもらえると思いますね、うん、仕事にしてる感があるっていう芸人の方が、あ、まあ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 、そうですね、うん、言ったらそのオーディションライブ、はい、自分からエントリーして出るライブ以外のその出てくださいみたいなイベントやったりとか、まあ、そういうことは基本的にはギャラをもらえるので、うん、それはまあ違いとしてありますよ。あ、やっぱそうなんですね。あとやっぱ給与明細届くっていうことじゃないですかね。ギャラというか給料としてもらえるってことですよね。うん、そうですね、まあ、事務所に吉本興業に所属してるっていうことになるので、給料明細が届くと、それでギャラなんとかなんとかのイベント、なんとかなんとかなんぼですみたいなっていうのが届くっていうのが、まあ、バンドやってた時はあんまそういうことはなかったですけど、うん、まあ、今はその給料明細をいただいてるので、そこ結構違いかもしれないです。あとね、これもまあ僕テレビの知識なんですけど、芸人さんってすごいこう先輩がもう後輩におごったりとか、まあなんか何々軍団みたいな、でその一番先輩がいて、その人がなんかバーベキュー連れて行ってくれたりとか、はい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 、なんかすごい縦の面倒見がいいなっていう感じをするんですけど、うん、バンドマンってまあもちろんやっぱこう仲いいグループみたいなのはありますけど、先輩が後輩にとかってあんまないんですよ。それってやっぱ差を感じます、バンドと芸人で。私は、うん、ほんまこれはもう私個人の問題なんですけど、うん、バンド時代もそうですし芸人時代も人付き合いめちゃめちゃ悪いんですよなるほどマジで打ち上げとかもなるべく行きたくないっていう、そのバンド時代も、ね、はい、今もそうなんですけど、はい、とにかく打ち上げに行きたくないと、行かせないでくれと、とにかくなるべく人と喋らんようにしようってしてきたんで、うん、なのでっていうのあるんですけど、でもまあ確かに言われてみれば、うん、そんなにバンドやってた時って少ないですけど、何回かそういうバンドマンの人とまあ飲みに行ったりとか遊んだりとかした時も、うん、そんなに先輩が全部出すみたいな、まあ、そういうのはあんまなかったような気はしますね。でも芸人やったらまあ吉本やからっていうのもあるかもしれないですけど、まあ、基本的にはもう先輩が全部出すのが当たり前なので、もう年下でも関係なく、先輩後輩というよりはもう上司みたいな感じなんですよね、同じ会社の。そこもだからさっきの話とつながりますけど、先輩後輩でもやっぱ仕事上の先輩後輩みたいな、普通のいわゆる一般の会社とはちょっと違うかもしれないですけど、そうですね、ほんまにもう先輩が出すのがもう当たり前なので、うん、細かいことで言うと、うん、ご飯どこ行きたいって先輩が後輩に聞くとするじゃないですか、はい、あんま後輩がね、サイゼ行きたいですとか、うん、マクド行きたいですとか、あんま言わん方がいいみたいな、ほうほうほう、失礼になるからみたいな。逆に、はいはい、そうなんですよ。ちょっと先輩金しんどそうやし安いとこがいいかなみたいなのはもう逆に失礼、ちょっと失礼みたいなそういう空気風潮みたいなのがねちょっとあったりとかは、ああ、そうなんですね。ありますね、はい、ありますね。でもさっきなんか飲み会とかで後輩キャラやって言ってましたよね。はい、そうですね。でもやっぱそういうのはあんま好きじゃないと。飲み会が、飲み会だったりその先輩に可愛がられることとか、それも得意ではないんですよ、まあ、好き嫌いっていうか得意じゃないっていう、苦手やっていうことなんですけど、うんうん、けど、まあ、人間関係を広げた方がいいだろうということで、若かったしっていうのですごい結構行ってたんですよ、飲み会とか行ってる時期はあったんですけど、はい、まあ、その時にいや苦手やなといやあんま行きたくないぞとなって、ほんでまあ今はもう全く先輩付き合いとかも一切しないので、はい、一切しない中でもやっぱり先輩は今まで皆さんおごってくれましたね。まあ、分からんでもないですよ。僕もどっちかというと後輩キャラでめっちゃ嫌やんなんですよ、それが。だからあんまりもうさすがにね、年も年でこう立場なんで、はい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 、あんまりこう先輩っていう人と接することはあんまないんですけど、はい、あんまり得意じゃないです。言ったら先輩付き合い。そうそうそう。いや大変ですね。大変っすね。お互い大変っすね。いや大変っすよ、ほんまに。もうなるべく人と喋らんようにして生きてるから。大変っすよ。それがこう YouTube で実現するかもしれないんで、いい世の中になりますよね。
まあ、そうです ね昔はそれでも先輩に行かなあかんみたいな、まあ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 、うん、確かに昔はね、もっとそういうつながりが大事な、うん、まあ、今ももちろん大事だと思うんですけど、はい、今はまあ個人でなんとか頑張ったらワンチャン行けるみたいな、そうですね、まあ、そういう時代になっていってるっていうのはありがたいですね、うん、私からしたらありがたい。じゃあ次のテーマなんですけど、元バンドマンだから思うバンドマンの時にこうしとったらよかったなみたいな後悔とか、今バンドやってる方にアドバイスみたいなのあります？あ、それはね、圧倒的に思うことがあって、お私、はい、バンド結構何個かやってたんですね。脱退とか解散とか、うん、まあ、結構何回か繰り返しありましてやってたんですけど、まあ、もっと一個のバンドちょっと長く頑張ってやっといたらよかったなっていう、もうちょいしぶとくやっててもよかったなっていうのもありますし、はい、そのバンドで、まあ、いろいろ今フェスのねオーディションとかあるじゃないですか。コンテストやったりとか、はい、まあ、フェスのオーディションやったりとか、はい、まあ、いろいろチャンスあるじゃないですか、うん、もうちょっと世間に見つけてもらう努力をしといたらよかったな、まあ、そういうオーディションとかに出たりとかってことですよね。はい、いろいろレーベルとかに、うん、でもとか送るなり、そういう見つけてもらう努力っていうのを、はい、まあ、ちゃんとできてなかったなって、うんうん、正直誘われたライブ出て打ち上げ出て帰るだけじゃなくてってことですよね。そうですね、だけじゃなくて、まあ、それこそ今やったら、まあ、SNS、うん、まあ、Twitter とかね、いろいろ、まあ、TikTok とかいろいろあるじゃないですか、うん、インスタ、うん、もう YouTube もそうですし、うん、私の時代やったら、まあ、そこまでそういうのなかったですけど、うん、でも今やったら絶対そういうのをやった方がいいと思うので、うん、そういう風に世間に見つけてもらう努力をもっとしたらよかったなっていうところですね、うん、まあ、それをいろんなバンドでコロコロやるんじゃなくて、一つのバンドで、はい、うん、例えば毎年この同じオーディションを受けるとか、YouTube だったら毎月1回これをカバー動画上げるっていうのを2年間3年間続けるとか、そうですね、まあ、そういうのをやった方がいいって、的確やと思います。あんまですか、うん、そのバンドを続けるって言っても、はい、ただ続けるだけやったらあんまり良くはないと思うんですよ、はい、合ってないバンドやったりとか、はい、自分がやりたくないって思っててやっててもだったらもうほんま全体やと思うので、まあ、ちょっといいなっていう、これやなっていうのがそういうバンドに巡り合えたら、まあ、もうちょい頑張って継続してやっといたらよかったなっていうのはありますね。なるほど、はい、いやすごいありがたい話を聞かせてとんでもないですとんでもないです、すいません、はい、それすごい思いましたね。じゃあまあ最後の質問で、バンドマンから芸人になったってことなんですけど、こういう人、まあ、私みたいにこういう人は、まあ、もしかしたらバンドマンより芸人に向いてるんじゃないかみたいな要素あります？テレビ出たい人ですかね。ああ、なるほどなるほど。そのテレビに出たいから音楽やってるっていう人もいてると思うんですよ。あ、はいはいはい、有名になりたい、はいはい、世に出たいから音楽に行き着いたっていう方もいてると思うんですけど、はいはい、単純にほんまテレビに出たい、世に出るきっかけが欲しいっていうんやったら、可能性で言うたら芸人の方がチャンスは多いかなと思うんですね。やっぱいろんなテレビのオーディションとかやったりとか、はい、まあ、例えば、まあ、YouTube やったりとか SNS がきっかけで目指してもらうみたいなこともあったりすると思うので、俺もね、はい、結構、まあ、バンドマンっていう選択をして今この道いるんですけど、はい、割とね芸人っていう選択肢を選ばなかったことをずっと後悔してるんですよ、はい、そうなんですか。うわ、衝撃発言。いやいや本当に本当にマジっすか。これちょいちょい言ってるんですよ、その知り合いとかに。マジっすか。まあ、それはタラレバの話なんで、やってたらね、まあ、すぐ辞めてたかもしれないですけど、二十歳ぐらいで芸人っていう道を選んでたら、なんかもっと違う世界が見えてたかもしれないなっていうのは思います。いや今からでもいけますよ。いやいやいや、もう35っすよ。え、全然いけますよ。いや40、50から入られる方もガンガンいますから、ね、まあそうですね、そっから売れた人もいますからね。全然。じゃあちょっとその時は後輩になるかもしれないです。よろしくお願いします。タメ口になりますけれども、いやもうその時はお願いします。先輩、恭平さんですよね。恭平です。あ、じゃあ恭平、はい、お世話になります。こんな感じで、今回は珍しいゲスト、芸人のミューピロさんに来ていただきました。コラボということで、ミューピロさんのチャンネルにも僕出演することになってますんで、ぜひそちらの方も見てください。という感じで、今後もこういうね、YouTube をやってる方のコラボとかもできる限りやっていきたいと思いますので、何かありましたらぜひメッセージいただけたらと思います。今後も頑張っていきますので、ぜひチャンネル登録、そして高評価ボタン、よろしくお願いします。じゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございました。